皆さん、どうもこんにちは。今回は九州大学の研究結果のをもとに食前タブレット痩せる食材3選について動画で解説していきます。では行きましょう。ファールタスクですが、食事前に何を食べるかはめっちゃ大事でございます。その理由はシンプルに摂取カロリーを抑えるチャンス、ボーナスタイムだからでございまして、例えば車でガソリン入れたらガソリンメーターがグググと上がってガソリンがいっぱいになったなと判断するわけでございますが、あれと同じように人間の脳にもガソリンメーターみたいなやつが搭載されておりまして、それが満腹中枢でございます。ただ人間のガソリンメーターは食べ物というガソリンを入れてから反応するまで大体20分くらいかかっちゃうわけでございます。なので何の工夫もなく食べると、この20分間は胃の中に食べ物を入れ放題状態になって、例えば1週間あたり100キロカロリー分余計に食べて、それを1日3食続けると300キロカロリー分余計に食べることになりますが、この300キロカロリーを運動で減らそうと思ったら、体重60キロの人でなんと90分以上歩く必要がある。要するにそんなに大変な思いをするくらいなら、食事前にちょっと工夫して摂取カロリー減らした方が楽だよねと、そういうわけでございます。というわけで今回は食前に食べると痩せる食材3選について早速解説させていただくと、一つ目がキュウリでございます。キュウリには楽して痩せる理屈がパンパンに詰まっておりまして、キュウリがおすすめな理由を3点ほど解説させていただくと、一つ目がキュウリは 95% が水分なことでございます。痩せるためには食べ物に含まれる水分量を意識することがめちゃめちゃ大事でございまして、例えば水と正反対な油たっぷりなハンバーガー、こいつを口の中の水分を逆に奪い去るパッサパサなパンで挟んだハンバーガーですと、100グラムあたり約290キロカロリーでございますが、水分たっぷりでみずみずしいリンゴだと100グラムあたり約54キロカロリー、さらに果物と違って糖質まで引っこ抜いたキュウリだと100グラムあたり約14キロカロリーと、少ないカロリーで満腹感を得るためには食べ物に含まれる水分量を意識することがめっちゃ大事なんでございます。そしてキュウリがおすすめな理由二つ目が、噛み応えがあることでございます。極端ですが、果汁 100% ジュースみたいに水分は含まれているけど噛み応えが全然ないと、食べる時間が全く稼げずしっかり太るわけでございます。一方キュウリは噛み応えがしっかりあって食べる時間をもりもりに稼ぐことができる。そしてこの食べる時間はやっぱり体型にも強めに影響を与えるみたいよと九州大学が発表しているわけなんです。研究内容が日本人 59,717名を対象に、全員の食べるスピードや何時に食事をとっているかをゴリゴリにチェックし、その後約6年間にもわたって追跡調査するというめっちゃ大変そうな研究によると、肥満体型な人のうち 44.8% が早食い、要するに肥満な人の2人に1人くらいが早食いで、さらに早食いの人はゆっくり食べる人に比べて肥満になりやすさ 2.15 倍と、食べる速さと体重は性の相関関係がありましてと発表しているわけなんです。昔からよく噛んで食べた方がいいよとよく言われておりますが、数値化してみるとゴリゴリに違いがございまして、そんな私自身も思い当たる節があって、昔の中世はこんな感じでめっちゃ可愛い体をしていたわけでございます。そして太っていた時期は毎日食べるのが楽しみなのよとか言うてるくせに、食べる時は書き込むように食べる、なんだったら5分で食べ合っちゃう時もあって、おいおい過去の俺よと、食べるのが楽しみなんだったらもっとよく噛んで味わって食べるよと思いますし、あげく今の体型が気に入らないとか言うている矛盾だらけのデブ泣かせでございました。要するにちょい肥満気味の人は食べるのが楽しみな方も多いかと思いますが、そうであればよく噛んで長時間味わって食べた方が幸せだし太りにくいですよと、そういうわけでございます。そしてキュウリがおすすめな理由3つ目が手軽さでございます。例えば豆腐で作ったダイエットケーキ、作成時間30分みたいなのもありますが、手間がかかればかかるほど継続するのは難しくなる。一方キュウリだとおもむろに取り出してポン酢でもちょんちょんつければもう美味しく食べれちゃう、それがキュウリかと思いますが、ダイエットにはこの手軽さはめちゃめちゃ大事。ただでさえ痩せるという行為はしんどいのに、さらにめんどくさいとなるとシンプルに続かない、
そして続かないと痩せられないという当たり前すぎる理由でダイエットを挫折しがち。なので別にキュウリじゃなくてもいいですが、とにかく継続しやすい方法で痩せるというのはめっちゃ大事なんでございます。以上、一旦まとめると、水分がもりもり含まれていて低カロリー、そして噛み応えがあって食べる時間が稼げて手軽で続けやすいというダイエットに必要な考え方がめっちゃ詰まった教材食品、それが多分キュウリなんでございます。ただキュウリはなんか味気ない、そう思う方は食前食べると痩せる食べ物2つ目、具沢山なお味噌汁がおすすめでございます。毎日お味噌汁を作るご家庭も多いかと思いますが、そこに豆腐やあさり、玉ねぎやわかめ、他にはこんにゃく、ごぼう、キャベツやえのきなんかをもりもり入れて食事の一番初めに食べるだけでございます。これだけで豊富な水分量と噛み応えで食べる時間が稼げて、満腹中枢をゴリゴリに刺激して余計な食欲とおさらばできちゃうわけでございます。そして食事前におすすめな食品3つ目が、ガムはどうなの問題でございます。噛むのが大事なんだったらガム食べたらいいじゃんと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、ガムはちょっとだけ注意点がございまして、それが基本的に食欲を減らしてくれるけど、太りすぎな人は逆に食欲増えるみたいよとパデュー大学が発表しているわけなんです。研究内容が60名の男女を対象に15分ほどガムを噛んでもらって、その後の食事の摂取量を調べるというシンプルな内容でございました。その結果が、痩せている人や標準体型の人は食事の摂取量が優位に減少した一方で、肥満体型の人は食事の量が増えましてと発表しているわけなんです。この理由についてはおそらくですが、肥満な人は加工食品なんかの食べ過ぎで脳がすぐに興奮する食欲に敏感な脳になりがち。なのでガムに含まれるお砂糖や人工甘味料のせいで脳が敏感に反応し、食べ物を頂戴状態になっていつもより食欲が増えるみたいな感じでございます。なのでガムは基本的に食欲を減らす効果がありますが、今現在めっちゃ太っている自信がありますみたいな人は、ガムの味で逆に食欲増える可能性があるからご注意くださいと、そういうわけでございます。ちなみにこの動画の内容を一言で言っちゃうと、噛むのは大事だよ動画みたいになってしまいましたが、当たり前すぎて見落としがちな噛むという行為は痩せる以外にもご利益ゴリゴリでございまして、例えば東京医科歯科大学が50名の男女を対象に1日2回ずつ噛むを噛むグループと何もしないグループに分けて2週間観察した研究によると、1日2回噛むを噛んだグループは何もしないグループと比べて日々の不安が減って精神疲労も少なく気分も良くなっていましたと発表していたり、他にはカーディフ大学が133名を対象に行った研究によると、ガムを噛んだ参加者は集中力アップ、記憶力アップ、そして判断の正確性も上がってポジティブな感情も増加していましたと発表していたり、他にも噛む回数を増やすといいことありますよ研究がたくさんあってメリット満載なんでございます。そんな私なくても噛むのがいいよね論文読んでいるうちに、今では一口あたり50回以上噛んでご飯を食べるようになりましたが、こんな感じでもりもり痩せて、さらには太っていた時期はすぐにイライラしたり落ち込んだりする蝶々不安定野郎でございましたが、今では毎日ニコニコ頭もキレッキレ状態になりましたので、よく噛んで食べるというイニシエから伝わる健康テクを実践して頭も体も健康なハイパー健康野郎になっていきましょうと、そういうわけでございます。さらにですね、私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を中瀬の本棚公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味のある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。